2021年度、東洋大学附属姫路中学校、中学入試前期、理科の問題分析を行います。私、理科主任の金地と申します。よろしくお願いいたします。問題構成は、科学、地学、物理、生物の大問4題80点満点のテストでした。 この形は今のところ来年度も同じ見込みです。今回の入試の平均点です。受験者の平均は52.0。およそ65%程度ですね。合格者の平均は56.9。およそ7割程度ということでした。 出題方針としましては、大きく分けて、基礎的な知識、それから発展的な力、この二つを問うという形で問題を作っています。基礎的な知識というのは、小学校で勉強することであったり、身の回りの自然、環境、現象に関わるものであったり、発展的な力というのは、これら基礎的な知識を使って考える力、 えーえー、と思っていただけたらいいと思います。えー、科学や物理の分野では、えー、計算やグラフ処理、えー、思考力を問う問題、えー、それからあ生物地学分野ではですね、えー、科学的な時事問題を含めて、えー、知識や思考力を問う問題、えー、このようなあ問題を作ることを出題方針としました。 基礎的な知識を問う問題について、えー、具体的な例を紹介いたします。大門3の1の問題です。振り子の長さは何センチですかという問題でした。振り子の長さというのは、えー、糸を吊るす点から、えー、重りの中心までの長さを指します。今回の問題では、えー、重りの直径は2センチ。 なので、重りの半径は1センチです。えー、糸の長さはご覧のように15センチですので、えー、カ1、振り子の長さは、というと、えー、16センチ。これが正解でした、えー。次に発展的な力を問う問題について、えー、具体的な例を紹介いたします。えー、その前にですね、まあ、考えて解く。 ということについて、えー、いくつか、えー、ちょっとお話をさせていただきたいなと思います。えー、考えて解くってどういうことなのかということなんですけれども、えー、大きく分けて、まあ、この2点かなというふうに思っています。1つ目は、とにかくしっかり見るということですね。で具体的に言うと、とにかく問題文をよく読んで、えー、何が書かれているのか、 どのようなことが問われているのかというのを自分なりに把握する、あるいはその練習をするということがすごく大事だと思います。それと、グラフや図などが載っている場合はですね、そのグラフや図の内容ですね、例えばデータとか、そこから読み取れることなんかを整理して、 頭の中を綺麗な状態にしながら解いていくということがすごく大事だと思います。で、その時に重要な部分、つまり解くためのヒントとなる部分はどこなのかということをずっと意識しながら考えていくということがすごく大事だというふうに思っています。例えばね、大門さんの表の2ですけれども、 え、いろんなデータが載ってはいるんですけれども、例えば、この二つですね、について注目してみると、重りの重さ、それから振り子の長さが同じ時に、え、れ幅が10度から20度に変化、仮にしたとしても、10往復するのにかかった時間は変化しないということが読み取れるかと思います。 また別のデータに注目してみると、振れ幅と振り子の長さが同じ条件の時に、重りの重さが 50g から 100g に変化したとしても、10往復するのにかかった時間は変化しないということも読み取れるかと思います。また別のところに注目すると、振り子の長さが 変化すると。25センチから50センチに変化すると、10往復に、10往復するのにかかった時間というのが変化するということも読み取れるデータがあるかと思います。このように振り子の長さが4倍になるとですね、10往復するのにかかった時間は10秒から20秒と2倍になる。 振り子の長さが4倍になると、時間は2倍になるというようなことも、表の2から読み取れるかと思います。このようなデータを利用して、問題にチャレンジしてもらえたらなというふうに思っています。受験までの準備としてですね、2022年度入試に向けて、前期入試はですね、 えー、まあ例年、基本的な内容の出題が非常に多いので、とにかく、小学校の授業を大切にするということが、まず一番に言えることなんじゃないのかなというふうに思っています。それとですね、あの、文字だけで確認したりとか、文字だけで覚えたりするのではなくて、実際に見てみたり、あるいは、 教科書や図鑑などの写真を見たり、調べたり、えー、自分の目で、えー、見て、えー、調べていくということがすごく大事かなというふうにも思っています。えー、今回の入試で、えー、正答率の低かった問題の一つをちょっと紹介しようかなと思うんですけれども、実はこの大問様の括弧5のような えっと、回答を記述するタイプ、いわゆるまあ記述式の問題がやや正答率低かったかなというふうに思っています。問題を少し整理してみると、まず、えっ、ー、と、今ご覧いただいているように、えー、手に持ったものを虫眼鏡で観察しようとするときのことについて問われているわけですね。で、えっ、ー、と、虫眼鏡をまず目に近づけておくと、 でそれで、えー、手に持ったものが、えー、はっきり見えるところまで、えー、その手に持ったもの観察したいものを動かせば、えー、観察することができるというふうに問題文には書かれています。まずそれを、えー、頭の中で整理しておくことが大事かなと思います。で次にですね、今回問われていることは、えー、ヘチマからあ観察したいものを切り取らずに 虫眼鏡を使って詳しく観察しようとするときに、どのようにすればいいですかということなので、観察しようとするものを動かすことができないので、虫眼鏡を動かす。とそれで、見たいものですね。見たいものがはっきりと見えるところで止めて、詳しく観察するというのが答えになります。 つまり、えーまあ、このような書く記述式ですね。書く問題であれば、とにかく問題の内容を、えー、整理するということですね。で、えー、書かれていること、それから今自分が答えないといけないことは何なのかというのを、まずは整理して考えてみるということです。で実際に、えー、自分なりに答えを書いて、 見てで、その後、まずは、えー、自分で読み返して、えー、チェックして、もう一度文章を整えるということが大事だと思います。できれば、えー、周りの人に、えー、この文章でいいかどうか、まあ、チェックしてもらえることができればベストかなというふうに思っています。えー、あとは、とにかく身の回りの自然、 環境、現象などに興味を持つとともに、時事問題などもチェックしてもらえればいいかなと思います。わからないことがあれば調べてみるということが大事だと思います。以上、ご清聴ありがとうございました。